んで俺をボランチにしたのかっていう、ちょっと聞いてくれないか、はい、っていう話をしたら、こうメッセージをしてくれたら、はい、オフトファンがすぐ返してくれた。クリスさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、外国人のお話なんですけど、オフト監督さん。そうですね。俺がサッカーをしてきて、いろんな出会いがあったし、いろんな人のおかげでこうなれてるしっていう出会いもね、すごい大切にしてるんだけど、やっぱサッカーって言ったら、ドゥンガっていうイメージもみんなね、強いかもしれないけど、うん、俺の出会いっていうのはやっぱりオフトっていうのがでかかった。サッカーっていうことを自分の中にこう入ってきたっていうか、サッカー勉強できたというか、はいはい、サッカーの奥深さを知ったというか、そういうのがオフト監督だった。なるほど。いろんな外国人選手と関わってきたと思うんですけど、うん、やっぱりオフト監督の存在ってやっぱ大きかったんですか？うん、いや、かなり大きかったね。自分がプロになりましたって言った時にね、こういう心境でこうね、もちろんこうサッカーを自分で続けてきてプロになれましたっていうね、家庭もこうある中で、もう一生懸命取り組んではきたものの、じゃあサッカーのプロにはなれるレベルになりましたって言っても、やっぱりそこからどう成長していくかとかっていうことなわけじゃない。確かに。そしたらやっぱこうサッカーをこと細かく教えてくれるというよりも、サッカーを知らせてくれたというかっていうのが、まあオフトで、やっぱそこの時の指導者っていうことを、いろんな指導者があって、いろんなことを教えてくれる中で、サッカーの奥深さを知ったっていうのは、やっぱ自分にとってはめちゃくちゃ大きい。西さんがじゃあ最初に出会ったというか、うん、関わったっていう時ってどんな？一番最初だから日本代表だよね。日本代表で、俺日本リーグってね、見た記憶あんまなくて、テレビもねやってないし、でも日本代表ってやった時のオフト監督になって、だからドーハの悲劇もそうだけど、テレビで見てた人。でもその時にこと細かくサッカーのこと教えてくれるかって言ったら教えてくれないし、自分だって知らないわけだから、もう応援してるわけじゃん、勝て頑張れって、ああいうね出来事があって、うわサッカーってこう無残やなっていうか、このロスタイムって、今で言うアディショナルタイムね、アディショナルタイム、笛が鳴るまで諦めるなとか、何が起こるかわからないっていうのは、もう根本にあの出来事が焼き付けられてるわけじゃない。確かに。やっぱ ああいうことがあったからこそ、いまだにそうだし、常に笛が鳴るまでっていうこともそうだし、何が起こるかわからないから集中切らすなとかもそうだし、うん、そういうところをテレビで見てたその監督っていうイメージから始まり、じゃあ岩田に入りますっていう時に、じゃあ監督は僕と監督ですっていうので、知るわけっていうか近づくという。そうですね、うん、でいつ会うんだろうとか、どうなんか教えてくれるんだろうとか、そんな教えてくれるんだろうという前に自分が通用するんだろうかっていう不安の方が大きいんだけど、だけどやっぱこうどういう人なんだろうとか、そういうなんか楽しみ、そういうのが最初にあって、岩田に出ていったって感じ。はいはい、うん、そこから実際深く関わったのってどういう時なんですか？もうトップの練習行った時だよね。2軍っていうサテライトのねところでサッカーしてて、うん、その時オフトはいないわけだし、練習場は違うわけだし、関わることがなかったんだけど、トップに上がれって言った時に挨拶した時からかな。最初はフォワードだったんですか？そうそう、もちろんフォワードで行ってるから、フォワードとしてプレーしてるわけだけども、トップに上がる時にボランチにコンバートするっていうか、ボランチでやらないかっていうのでトップに上げてもらってるから、それはもうオフトさんが、まあ、あ、そう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 、2軍の監督通してトップでボランチやらないかっていうことを言われて、即返事するわけじゃない。そうですね、悩むこともなく、あ、そうですね、はいっつって返事するわけじゃん。でそこからではトップにオフを開けていって、オフトに挨拶する。その時から福井さんのボランチ生活というか、あ、そう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 、深い付き合いとか、そういうのはもう本当トップ上がってからだな。オフト監督、そのボランチにねしてくれたっていうのももちろんすごいかったんだけど、はい、俺にとってはもうサッカーを知った奥深さを散らしてくれた監督だから。というと、まあ今で言うとね、アイコンタクトとかさ、はいはい、トライアングルとか、はいはい、スモールフィールドとか、はい、距離とか角度とか、そういうことをオフトはバーって言ってたの。ホワイトボードにもずっと書いてるのね、はいはい、でそういうことを学んでたの。だから今で言うとさ、コーチングしろよとか、うん、目で合図してやれよとか、うん、スモールフィールドでコンパクトにしろよとか、うん、もう当たり前にある。今のはハイブレーンとかって言ってるけど、縦に切ってとか、その頃は横に切ってとかっていう、うんうん、そういうのがもう30年とかオフトがずっとやってて、
じゃあサッカーはじゃあ3人いればなんとかできるねなんかっていうのはもう確実にトライアングルの話、うん、でその局面を打開するのに三角形作りましょう、でボールが動いたらそこでも三角形作っていきましょうっていうのがもうベースっていうのをこう教えられてきたから、一人をバーンって抜いてねシュート決めるのはもちろん技術としても重要なことだけど、うん、チームでどうやって崩すかとかっていうのをこうできるんだっていうか、ああサッカーってこんな深いんだ、わこんな面白いんだ、あるいはこんな難しいんだっていうのもあって、本当にサッカーを教えてくれた、サッカーを知ったっていう点ではものすごいこう影響をした人ですね。その、まあ、オフトさんとの関わり方だったり、まあ、関わってきて、うん、影響というかオフトさんが与えた影響だったり、まあ、福西さんが学んだことって何かありますか、うん、サッカーを学べたっていう点と、オフト監督はもちろん俺がフォワードだったっていうこともあって、うん、フォワードでねプレーする機会もあったし、はいはい、プロ生活してきて俺キーパー以外は公式戦出てんのね、でオフト監督はトップに上がってボランチで入ったんだけど最初に出たのが右の中盤なわけっていうところも経験させてもらったし、はい、サイドバックもやったし、ディフェンスストッパーに入ってセンターバックっていうストッパー入ってプレーしたこともあるし、はい、あの選手だけ抑えろって言ってその選手にマンマークしたこともあるし、ずーっとついてって、その選手が水取りに行くじゃん、そしたら俺別に水いらないからってこう、はいはい、グラウンドの中いるじゃん、うん、そしたら怒られてついてけっつって、マジそれなんでとか思いながらも思ったけど、はい、めちゃくちゃ嫌がる、そしたらあなるほど相手が、あそういうことなのかは後でしたのよ、俺はさ飲みに行ってんだからええやんと思うじゃん、確かにだけど行け全部ついてけ、そしたらねやっぱりね嫌がってる、心理戦だよね、もう要ははぁーって思ったり、いろんなサッカーに対しての考えっていうのを知った時期っていうか、そのベースだよね、本当に。やっぱりそれを通して指導者の存在とか大切さってやっぱあるんですかね、うん、まあ指導者はすごい大事だと思う。で今回ねオフトにちょっとジビロのね、はい、岩田の人返して、はい、なんで俺をボランチにしたのかっていうのをねちょっと聞いてくれないか、はいっていう話をしたら、こうメッセージをしてくれたら、はい、オフト監督がすぐ返してくれた。びっくりするにはこっちも嬉しいし、そしたら、まあ、ストライカーっていうよりもボールの後ろでプレーする方が生きるんじゃないかっていうのをオフトの感覚だろうね、私の考えではっていうこと書いてたんで、ストライカーもそうだけど中盤でのポジショニングの良さとか守備の時の強さとか、うん、そのタックルのタイミングとか、うん、そういうのがいいっていうのを書いてくれた。もちろんプラスこうドゥンガと一緒にやれたことで学べたことが多かったっていう、代表入った時にも喜んだよみたいな、接触してくれたことは嬉しかったみたいなメッセージくれて、うんうん、ちょっと泣きそうなの、なんか選手のことをよく見てるなっていうのは見てると思う、これは見てるっていう指導者で、やっぱそういう指導者にどれだけ出会えるかっていうのはもちろんこうすごい大事だなっていうね、で今も指導者っていうことで言うとサッカーもそうだし情報もそうだし世界からの交流もそうだし、うん、まあ、J リーグの発展もそうだし、うん、そういうことで世界のサッカーがまあ身近に世界あの日本でもなってきたし、うん、サッカー IQ とかサッカーのっていうレベルが高い人たちが増えてきた、うん、もうしてるっていうことで考えたら指導者の質も上がってるし指導者の数も増えてきてるとは思うんだけど、地方とかにね僕らもずっと行った時にそれでもパパコーチがいたり、うん、経験してきてない人たちがたくさんいたりとか、うん、そういう人もたくさんいるんで、うん、そういう指導者との出会いっていうのはやっぱサッカーの子供たちにとっては大事なところなので、指導者の大事さっていうか育成っていうかっていうのも、まあ、自分もねこういうサッカーを僕と始め勉強させてもらってるんで、そういうのを伝えていけたらいいなっていう。そうですね、 YouTube も見れますし子供たちにももちろんだけど、まあ、それを教えてる指導者の方もそれだけサッカーのレベルが高かったりとか、うん、サッカーに対して教えてあげられる人になればサッカーのレベルの高い選手たちっていうのは増えてくるんじゃないか、そしたらもうおのずと日本代表強くなるっていうのは自分の考えでは思ってます。本当にこの YouTube でもいろいろそういう指導者向けだったりとか、うんうん、サッカーの鍛えっていうところでも発信していきたいと思いますので、引き続き福西さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。